皆さんこんにちは。 ABC2016 オータムバザール会場にやってまいりました。これからバザール出店者の皆さんに今日の見どころをご紹介いただきます。はい、東海大学大西研究室のブースにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。学生さんの皆さんです。今回、ABC に出店していただいている魅力ですとか、まあ、その辺をちょっと教えていただければなと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、大西研究所の、加藤孝也と申します。まあ、やっぱり見どころというか、やっぱりこの Android Wear を使ったですね、アプリですね。まあ、ちょっとまだ開発途中ってことで、まだちょっと、ちゃんと動くってわけではないんですけども、まあ、こういう手元の端末と一緒にこうペアリングして、まあスケジュール管理をするようなソフト、スケジュール管理、はい、を作っていますね。どんなスケジュール管理かちょっと見せていただくこと可能ですか？はい、大丈夫です。まあ、こうちょっとこうしていただいて、まあ、音声入力で、できるので、まあ、最初にちょっと、まあ、例えば場所とかであれば京都、まあ、そうすると今京都っていうのが送信中になって、まあ、こっちの方に来ましたね。はい、京都っていう感じで、はい、でまあ、次に予定なんですけども、ちょっと予定にこう、まあ、今テキストここにあるんですけども、ちょっとそこうまくいってなくて、今ちょっと入力入れちゃうと、今京都っていうのがちょっとリセットされちゃうって感じになってるんですけども、はいはいはい、まあ、一応京都っていうのが入って、はい、まあ、ちょっとここも手書きでできるので、はい、まあ、例えば京都でバイトってあれば、まあ、バイトって入れてもらいます。はいはい、でこれを、決定ですねしていただくと、まあ、Google カレンダーにつながって、うん、こういう感じで、まあ、京都場所はここで、まあ、バイトっていう感じで、うんうんうん、まあ、ちょっと日付も今固定ってことで、今12月の26ってなってるんですけど、まあ、これをちょっと改良しつつ、まあ、こう Google カレンダーに、入れていくっていうのが、最終的なアプリの完成になります。はい、ありがとうございます。確かにスケジュール入力ってすごく面倒な作業ですので、こういった形でウォッチ経由で自動で音声で入れられると、まあ、非常に手軽に入れられるし、忘れないうちに入れられるというのもあるので非常に便利かなと思います。ありがとうございます。他に研究室の活動についても簡単に説明していただいてもよろしいですか？うちのゼミ室っていうのが自由なので、はい、まあ、Mac で iOS のアプリを作ってたりとか、まあ、Android のアプリを作ってたりとか、あと最近の Unity を使って、まあ、VR です、今話題の VR とかの、ソフトを作ったりとかしています。はい、ありがとうございます。いつも出店いただいてありがとうございます。これからの活動も期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。ホーアシステムデザインさんのブースにやってまいりました。毎回出展いただいているんですが、まあ、次々と新しいデモンストレーションとかも持ってきていただいています。今回の見どころは、どういったデモになりますでしょうか？はい、まずは、まあ、IoT で使われるビーコンとかセンサー類を作っているんですけども、その中で今年はこの2点が新しいものになります。で、1つの方はセンサー、圧力センサーについていまして、まあ、コンビニエンスストアの、棚とかでですね、商品が入っていくと、まあ、こうなくなりましたみたいになっていく。で、これは店員さんとかに通知して自動的に補充するような形が、通知がいくとかですね。で、もう一つがこちらの方で、まあ、こちらの穴が開いていて、で、ここにあるんですけども、温度とか温度センサー、湿度センサー、あと照度センサー、気圧センサー、加速度センサーが入っています。で、電池が4つ使っていまして、で、それによって最大で10年センサーデータを送り続けることができます。こちらが弊社のおすすめの商品となりますね。ありがとうございます。ちょっとお伺いしていいですか？この圧力センサーが入っているということですが、ちょっとカメラさんよろしいですか？この下にですね、こうラインがこう引いてありまして、で、この白いデバイスで受け取っているという状況ですね。で、ここからは何で飛んでるんですか？Bluetooth で飛んでいると、はい、で、このスマートフォンがキャッチしてその状況をすぐにモニタリングできるという状況ですね。私ちょっと押してみてもいいですかね？ここに圧力センサーがついてるんですが、ちょっと寄っていただいてもよろしいですか？今からちょっと押しますね。ここをギューッと押しますと、ここですね、画面上本数が今4本に増えて、離すと2本に減ると
いうようなところ、これはかなりこうインタラクティブ、リアルタイムに Bluetooth でデータが飛んでいるという様子がまさに分かりますね。だこれがこうコンビニとかにあると、まあ、在庫の管理とかこうスムーズにいくということで、まさに IoT を体感している感じになりますね。これからもたくさんいろんな商品をお待ちしていますので、ぜひいろいろまた教えてください。ありがとうございました。はい、皆さん、日本アンドロイドの会の学生部の皆さんのブースにやってまいりました。学生部の皆さん、こんな感じですね、活動を2013年から2015年までさまざまなイベントですとかアプリ開発ですとかをずっと続けていただいてますと。今はここですね、 IBC まで来ていまして、もう本当にたくさんのですねイベントをやってます。その中でも今回ですね、このディープラーニングを使用したオセロゲームお寿司というのを、ブースに出展していただいてます。だこの辺のですね、見どころっていうのをちょっとご紹介していただこうと思います。それでは、ペロットさんにお話を伺えればと思います。こんにちは、日本アンドロイドの会学生部です。今回の、目玉はこのお寿司というディープラーニングを使ったオセロのコンピューターとの対戦ゲームになります。こちらは、このようにもう対戦した結果が寄付として出てるんですけど、ここに対戦した結果をサーバー側に送信して、学習したデータをアンドロイドのアプリ側に反映させてどんどん強くなっていくっていう風な形になっています。機械学習の、ライブラリーには TensorFlow っていうものを使っていて、Google が開発した有名なオープンソースのライブラリなんですけど、それを使って実装されています。はい、以上です。これってもうすでに勝ったりできるんですか、このコンピューターに。コンピューターが勝ったりすることはできるぐらい。先ほど、何名か、来場者に遊んでいただいたんですけど、勝ったり負けたりという、人間味があるようなそこそこの強さですね。はい、これはですね、学習した結果はすぐにサーバーに送られてさらに強くなるっていう機能はついてるんですか。そのあたりは実装されています。はい、なるほど。じゃあもうみんなに遊んでいただけるとどんどんコンピューターが強くなるということですね。ありがとうございます。こうAI のですね、新しい技術を学生さんがですね、すぐに実装してこうゲームを作っているという現場は非常に、面白いと思いますので、これからもですね、活動に期待したいと思います。学生部の皆さん、ありがとうございました。日本アンドロイド会福祉部のブースにやってまいりました。部長の武藤さんにお話を伺えればと思います。あ、はい、今回2つのものがあるみたいですね。プロジェクト武者からちょっとまずお話を伺います。はい、プロジェクト武者はですね、VR を使いまして、見えにくいですとか、そういう体験を見える方にしていただくと、こんな感じなんですけども、石塚さん、どんな風に見えますか。いや、なんかザラザラっていうんですかね、なんかこうちょっと曇りそうですね、がずっと見えてるような状態で非常に辛いですね。はいはいはい。これは色弱ですよね。ちょっと文字とかもほぼ読めないですよね。そういう目がとっても悪い状況を、例えば家族の方ですとか知り合いの方にその分かっていただきたいと、そういう思いで、これが作られています。作られました。はい、でちょっとその視覚障害のいろんな種類においてもこうフィルターを変えるとそれぞれを体験できるっていうのはできたりするんですね、 VR だと。その通りです。いろんなモードがあります。いろんなどんなモードっておっしゃいましたっけ。これを身心を一旦水平にしていただいて、はい、でまた戻すとモードが変わりますんで、はいはい、それで一回ちょっと試してもらえるか。じゃあもうすでにいろんなバージョン実装されてるってことですね。いやー面白そうですね。ありがとうございます。あともう一つデモがあると思うんですけど、もう一個はどんなゲームになりますでしょうか。はい、まさしくゲームなんですけども、お年寄りから見えない方も含めてお子様まで、誰でもシンプルに遊べるゲームということで、このカシオさんからお借りした、Android Wear を使いまして、作ってみました。でこれはですね、簡単です。音こう投げ真似、その名も投げ真似ゲームなんですけども、こう投げる真似をすると、
ボールが飛んだ、仮想的にボールが飛んだような計算をして、でこちらのスピーカーから音を出すと。だから近くちょっとやると早くどんどんなります、はい、ただ勝ち負けは何なんですか。ここの目標が出るんですね。あ、何メートル飛ばすってことですね。そうです。ここにそれにぴったり合わせるようなゲームってことですね。そうです。3メートル今目標なんで、うん、このものがこれ1メーター、はい、まだ1メーター、お、ちょっと近い、今2メーター、はい、この音があることによって視覚障害者の人もこう遊べるってことですね。です、あ、非常に考えられてます、ね、見えてなくてもこうやってるだけで、はいはい、遊べる。なるほど、確かに。目標がもし分かんなくても、はい、ただこうやって闇雲に投げてれば音で分かる。あ、この辺だって分かる。とってもシンプルだ、はいはいはい。これでも実際にこれで練習して本当にボールで投げて、実際のこれはちゃんと3メートルとかになったらすごいですね。ならないです計算がかなり一応あの放物線の計算をしてますが、はいはい、理論通りの数字出なかったのでごまかしてます。はい、ありがとうございました。今回2つの出展いただきました。これからも、楽しい、展示お待ちしております。ありがとうございます。株式会社セラクさんのブースにやってまいりました。セラクさんはですね、毎回本当 ABC に非常に協力いただいてまして、もう緑クラウド非常に有名なんですけど、もう何回もこうアップデートされて、もう実際に現場でもいろいろお使いになっているという話なんですが、今回ですね、またあの出展いただきましたので、さらにですね、こう魅力がアップしました緑クラウドについて教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。まあ、緑クラウドはですね、こういうセンサーボックスをハウスの中に置くと、日本機に環境計測をしてですね、そのデータをクラウドに上げて、まあ、こういうアプリで見るというサービスになってますけれども、これまでの緑クラウドはですね、まあ、こういう形で、だったんですけれども、実際ですね、使っていただくとこのケーブルがちょっと短くてですね、測りたいところ測れないとかですね、このまま路地に持っていくとちょっと、まあ、防水の面でですね、問題があるということで、今回新しくですね、緑ボックスプロというのをですね、発表させていただいております。でこちら緑ボックスプロになりますと、ケーブルが最大50メートルまで伸びるということで、大規模なハウスでも使えますし、あとまあ完全に防水ということになりますので、露地栽培でもそのまま使っていただけるということになります。あとはですね、あのまあこういう形ですね、あのセンサーを分岐させて、最大16個つけることができましたので、例えば温度がすごく気になる方は温度だけを16個測ることもできるというようなものになっています。ありがとうございます。我々は多分ですね、あのプロトタイプに近い頃からずっと ABC であの見させていただいてましたので、非常にこう実際の現場の話を聞いて進化されたミドルクラウドが、これからもさらに楽しみになってもらいました。またこの今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さらにですね、こう新しい試みがされてまして、まあ、温度センサーをこう使って、照明をこう変化させるようなシステムを作られています。ちょっとできるかどうかわからないですけど、この部分にをこう触りますと、この照明の色が変化したりするようなデバイスを、開発されております。今後これをですね、どんどんあの使っていくという形で、産業用とかですね、工場だったりとか、まあ農場でもですね、使えると思いますし、温度だけ測りたいっていうのにですね、まあ答えていこうかなというところですね。はい、はい、ありがとうございます。こう IoT の分野はですね、まさに、これからどんどん広がっていく中で、トッププレイヤーとして頑張っていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。株式会社アシアラさんのブースにやってまいりました。今回はですね、温泉 UI という形で、HM5 ですとか、それとはもうハイブリッドアプリに対してこう、まあ、作ったものですぐにこう適用できるようなプラットフォームをご紹介いただいております。それではアシアラさんに詳しくお話を伺えればと思います。今回のプラットフォームの特徴ですとか、そういったところを教えていただけますか。HTML JavaScript でですね、HTML JavaScript で、iOS Android のモバイルアプリのですね、 UI のコンポーネントを提供している、まあ、フレームワークになります。で、一番特徴的なのは、こういった iOS と Android でアプリの見た目をこう自動的に切り替えてあげる。これはあの端末の情報を見てですね、まあ、こういうアニメーションとかも iOS 用Android 用でこう切り替えて作れるといったところが、まあ、特徴になっているような UI のフレームワークになっています。
ありがとうございます。こう芦原さんというとこれまでもモナカのイメージがすごく強かったんですけど、こうやっぱ温泉 UI これからどんどん押していくような感じ。アプリを作るときに、はい、ああなるほど、その流れがこう新たな機能として追加されたっていう形ですね。これ温泉 UI ってなんで温泉 UI にされたんですか？このタイプのアプリの作り方ってシングルページアプリケーションっていうんですよね。で SPA でスパなんで温泉というまあダジャレですダジャレでございます。ありがとうございます、はい、こう今回もですね温泉 UI 向けにこんなたくさんこう入浴剤を持ってきていただいてまして、こうアシャルさんで温泉 UI の勉強会とかをこれからされる場合はぜひアンドロイド会と一緒に温泉で一緒に我々とこうハンズオンとかですねハッカソンとかしていただけると嬉しいなと思いますので、みんなで温泉行けることを期待して温泉 UI をみんなで応援していければなと思います。今日はありがとうございました。はい、日本アンドロイド会、浜松支部のブースにやってまいりました。それでは今回の魅力をですね、今回の出展の魅力についてちょっと教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、今回はアプリコンテストの方に出展しております。まあ、アプリの方を説明しますと、このウォッチに対して、はい、今何時と答えると、はいはい、いい感じで答えてくれます。なるほど、やってみたいんですけど、やってみてもいいですか？はい、ぜひお願いします。じゃあ、今何時？こっちで答えてますね。なるほど、はい、こっちで答えてるんですね。はい、そうなんです。これはKDDI さんのテキストスピーチを作って、はい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 、速さとか高さをチューニングして、はい、なるほど、まあ、およそ100パターン入ってます。はいはいはい、はい、いろんなパターンって、その言い方とかその状態によって、はい、答えって言いますか、こうスピードが変わったりとかする、はい、変わったり、ね、文言が変わったり、いい感じで答えてきます。はいはい、はい、感じで、そう、いい感じで時間を答えてくれる、そう、いろんなのがあります。なるほど、まあ、例えばこういうテキストスピード出して、はいはいはい、で抑揚つけるの難しいんで、その研究もして、はいはいはい、なんとそれ用のエディターまで作りました。抑揚エディター、抑揚とかそのパターンを作るためのエディターまで、はいはいはい、ちょっとその渾身の一作を聞かせてほしいんですけど、ちょっとお待ちくださいね、はい、私が大好きなのがこれですね。もしかして私たち入れ替わってる？すごい、これ旬ですね、旬ですね。ちょっと抑揚も結構いい感じに、いい感じでこう作れます。なんか全然こう違和感ない感じで日本語として聞こえてきます、ね、そうです、はいはい、KDDI さんのテキストスピーチが優秀なんで、はい、なんでね、ここまで活用できるわけなんですよ。あ、なるほど、はい、ありがとうございますこれ、はい、公開されたりする予定はあるんですか？公開ですか？いいんですかね、こんな公開しちゃってで、はい、こっちはちょっと未定なんですけど、はいはいはい、こちらのそうです、ね、エディターの方は、はい、なかなか欲しいっていう要望がありまして、はいはいはい、公開しようと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、なんかこうまた新しい一面、じゃあウォッチに注目するかと思いきや、はい、その裏のテキストスピーチの方に注目するという非常に面白いデモでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。日本アンドロイドの会、熊本支部のブースにやってまいりました。どうもこんにちは。今回熊本支部ではどんな出展の内容になってますか？まずまず作ったの、Android Wear で作ったのが、スピードウェアっていう、パンチスピードを測るアプリです。なるほどなるほど、はい、でやってみます。あ、ぜひお願いします。はい、つけてもらって、はい、つけました、はい、で、タッチして3秒後に、バイブレーションが鳴るので、バイブレーションが鳴ったらパンチしてください。はい、でここに、結果が表示されます、はい、今のは、5キロで、20位ですね。20位ですか、はい、で、まあ、名前の方を登録していただければ。はい、はい、で変更をしてもらったら、で1位になった方にはちょっと熊本メーカーの方を
プレゼントしようと思ってます、はい、ちなみに今現在1位は どなたなんですか。今現在1位の方は、10キロで なんか10キロ、はい、参加してる。すごいですね。こうエフェクトとか音とかその辺も全部作り込みされた、はい、しました、はい、すごいですね。これ公開予定はちょ、まあ、優勝してカシオさんが出してくれと言われれば。ということですね。はい、ありがとうございます。他にもご出展されてる内容とかってあったりします？あ、こちらのアプリですね。はいはいはい、はい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 、スマモンが世の中にないことな。ネットワークにちょっとつながって、はい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 、地図が出てきて、はい、こいつ生意気なんでトントンと叩いてやると。そうです。可愛くこけると。これは、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回この Android の、ウェアのアプリということです。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。日本アンドロイド会横浜支部のブースにやってまいりました。横浜支部はですね、こうアンドロイドウェアを使った、まあ、いろんなこうソリューションが出てきてるんですけど、プラスアルファそれに対して、こうクラウド側からセンサーからですね、クラウドにデータを送ってそれを表示するようなことをいろいろやられていると聞いていますと。もうちょっと詳しくですね、どんな風になっているのかっていうのをお伺いできればと思います。今回構成とかも含めてちょっと詳しく教えていただけますか。はい、センサーモジュールは、気圧などが取得できるようになっていて、で、はい、そうですね。で、プログラムでもってこれを、まあ、定期的にさくらの IoT モジュールを通じてインターネット側にクラウド側に送りつけています。さくらの IoT ボードって今どれになりますか。ここの部分が通信をしている部分ですね。で、センサーとつながっていて、でここにプログラムが書き込まれています。はいはい。でこれを、まあ、インターネット上で、API の形で取得できるようになっているので、この、蓄積したデータをでそれを Android 側で取得してきています。こっちはインターネットつながって、はい、更新されるような感じですね。あ、まあ、自動的にこれは更新するようになっていますけれども、はいはいはい、でこっちとこっちの、Android Wear とこれが、ペアリングされていて、こっちの方にその取得した情報を表示できるようになっています。なるほど。ここで温度を取り、はい、ここから通信モジュールでクラウドに送り、はい、クラウドに送ったものをアンドロイドが受け取り、はい、それがペアリングしたウェアに表示されるというような一連の流れですね、はいはい、遠く離れた場所の気温とか取得して、まあ、様子を見ることができるというものです。はい、こう自宅や会社のですねところにこうセンサーを置いてさくらの IoT ボードから送られてきて、それをリアルタイムでこう見られるというような機能も実現できそうですね。はい、これからもこうクラウドに送ってそれをこう活用していくっていうようなこう IoT の流れについて、まあ、いろいろ作ったりですとか体験したりするようなことが、まあ、横浜支部さんの中で行われるかもしれないですけど、非常にこう面白い取り組みだと思いますので、ぜひ今後とも我々に紹介していただければと思います。今日はありがとうございました。はい、富士通コネクテッドテクノロジー様のブースにやってまいりました。いつも出展していたの富士通様なんですけど、こうお名前が変わったということが今回の進化になっているかなと思っています。こうどんな経緯って言いますか、これからこうどんな会社になっていく感じですか。はい、富士通から、まあ、母体として2016年2月に創業いたしました富士通コネクテッドテクノロジーです。まあ、弊社もともとスマホ、アンドロイドの方を使ってモバイル本開発してましたので、それを引き続きというところと、あとはそれらのアンドロイドを使った活用で IoT の機器ですとかそういうところを、今後やっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回のブースではこういろいろこう飾っていただいているんですけど、まあ、もちろんこれまでやられてたこうアローズのスマートフォンのシリーズもそうなんですけど、今回新しくこう音響さんとコラボされるものがこう発売前という形なんですけど、デモとして持ってきていただいている、これどんな特徴があるんですか。はい、こちらは12月上旬発売予定の F01J ドコモさんから発売予定ですけれども、今回音響さんとコラボさせていただきまして、音のチューニングの方を音響様の方にやっていただいています。まあ、ハイレゾ音源で、質のいい音を聞きたいというお客様、ぜひこちらの方視聴できるようになってますのでお試しいただいていこうと思ってます。ありがとうございます。ちょっとやってみてもいいですかね。
あ、もうコンサートホールですねこれ。すごい、なんかこう高級スピーカー感を感じる、グルーブの効いたクラシックが奏でられています。音の広がりですとか、あの高音のところの、あの細かい音の一つ一つがよく聞こえるというものになってますんで、ぜひあの聞いてみて体感いただければと思います。ありがとうございます。こちらあの一般の向けの端末なんですけど、それ以外にもですね、今回 IoT 向けの商品も持ってきていただいてまして、こういろんなこう IoT のソリューション、スマートフォンと組み合わせたソリューションもご提案いただいてまして、まあ、僕の方で気になるのはですね、こちらのこの決済のシステムになってまして、なんかこう Bluetooth と書いたものと端末があると。これはどういったふうな動きをするんですか？はい、こちらは、スマートフォンの決済サービスということですね。まあ、簡単に言うとこれがレジになると。レジ、はい、で、まあ、こちらにカードかざしていただければ、まあ、お会計ですね、例えばこれ、まあ、1円でお支払いですよってレジでやると、決済へ進むと。でこれであとは、まあ、お手持ちのカードをピッと、あの、まあ、この辺、はい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 、ななこさんとかエリーさんとか、例えばですね、例えばですね、おお、決済が終わりました。お、レシート出てきましたね、すごい。はい、ちょっとね、印字がめっちゃ本格的なんですけどすごい、しかもちゃんとななこ支払いになっているっていう、すごいですね、ありがとうございます。これはまあレジがなかったとしても、その場でパッと決済できるようなシステムができそうになるということですね。まさにスマートフォンを使った Android のソリューションということで、非常に面白いものだと思います。これからも期待しています。ありがとうございました。はい、ジャパンザマリンユーザーグループさんのブースにやってまいりました。今回は、初出展という形になりますかね。はい、という形で出展いただいております。結構そのザマリンもこう活動が、日本での活動も結構盛んになってきたかなというふうに思うんですが、今回どんなようなブースとかこう出展されているかというの内容を教えていただいてもよろしいですか？はい、今回は、一つのロジックで、Windows Phone、iOS、Android で、同じ機能のものが、実現できますよということを紹介しております。なるほど。じゃあその辺をこう体験できるところ教えてもらってもよろしいですか？はい、今これをこのボタンを押すと、そのボタンの色に、交互にこの LED が色を変わるというのが、このあ、確かにこれですね、はい、ちょっとやってみてもいいですか？じゃあこの辺の赤っぽい色に、あ、変わりましたね、はい、これは今 Windows、 このそれぞれスマホから Azure のサーバーの方に、Apple、色の情報を送ります、はい、で、その色の情報をこちらの、PC の方で、受け取るプログラムを作っているので、 Azure からさらに この PC が受け取って、LED の色を変えています。なるほど。これ他の端末でもやってみてもよろしいですか？まあ、例えば iPhone でやってみると、ちょっと色を変えて水色っぽく、あ、これが変わりましたね。でさらに Android 側でもちょっといろいろやってみる と、 ちょっと黄色っぽく、あ、なりましたね。なるほど。ただこのどの端末からいったとしても、 Azure 上でこうやって連携的にインタラクティブにこれが出るという形のデモンストレーションという形ですね。ありがとうございます。今後 のザマリンユーザーグループの活動とかって何かあったりしますか？例えば今日も長野でハンズオンをやっていたりだとか、あとは、まあ、結構地方にもハンズオンにしに行くようにもしております。はい、なんかこういろんな場所でですね、ハンズオンですとか、いろいろされているという形なので、ぜひ、ザマリンのプラットフォーム興味ある方々はそういったものに参加されてはいかがでしょうか。ありがとうございました。はい、日本アンドロイド会原子力部に、ま、やってまいりました。どうもこんにちは、いつもありがとうございます。今回 のブースのですね、ちょっと魅力とかをぜひ皆さんに教えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。で恒例のですね、まずはモニタリングポストですね。でこれはラズベリーパイが中に入っている太陽電池で動かすと。で、いろいろですね、実験した結果だとかそういうのをですね、薄い本にして売ってますので買ってください、はい、でこれを使うと、こういうのが作れますと。でこれはどんな特徴があるんですか？これはこれはですね、はい、太陽電池でラズベリーパイが動いて、
セルラーモジュールと Wi-Fi が動いているので、クラウドに情報をアップしたりだとか、あ と,、スマホにですね情報配信、これがアクセスポイントになるので、いざという時にこれに接続すると情報を、ゲットできると、そういったところですね。どのぐらいの期間こうちゃんと動き続けた実績とかありますか？ですね、実はこれモデルがいくつかあってですね、大型機、大型のやつはこうもう本当にこのくらいのこうサイズのものがあったりするんですけれども、これはもう何年間も動いてる実績があります。ところがちょっとこれはですね人気がなかったんで、昼間動くだけでいいから、ちょっと小型化しようと思って小型化したのはこれなんですね。でちょっと今年はちょっといきなりここまで小型化したんですけれども、ちょっとさすがに小型化しすぎてですね、ちょっとパネルを2枚に増やして今いろいろと実験しているところです。はい、ありがとうございます。他にどんなものがございますか？原子力とあと秘密結社の展示がですね、はい、これは実はですね何の変哲もないライト、 USB ライトなんですけど、はい、裏返すと何かあると。なるほど、はい、あとこれは何の変哲もないこう充電スタンドなんですけれども、裏返すとこう、これ刺すと何か悪いことが起きると。はい、でですね、ここにこう何の変哲もない USB メモリがありますけれども、はい、これ刺すとこういった形でこう攻撃が入ってくるということなんですね。まあ、こう IoT のセキュリティって今すごいいろいろ叫ばれてますけど、まさにそこの何かをついた展示という形になりますね。具体的にはどんなことがされちゃうんですか？これはですね、中身アルディーノっていうですね、小さいこうワンボードコンピューターが入ってまして、で、簡単にこうプログラムができるんですね。で実はこれ中身非常に短いコードなんですけど、これだけでキーボードとして動かすことができます。でキーボードとして動かすとですね、割と結構何でもできちゃうんで、Windows、Mac、Linux、Android というふうにいろいろこう攻撃をすることができると。特にこう Windows とかだったらですね、管理者としてコマンド実行ができたりするので、もう何でもやり放題と。で、ただパソコンに対しての攻撃っていうのは割と結構 USB って危険っていうのがもう知られてるんで、対策っていうのはまともな企業でされてるんですけれども、 Android にもですね実は結構攻撃できる余地っていうのがあって、で Android に対しての攻撃をこう遮断するというのは割と難しいんですね。なので一応これに対する防御っていうのはこれからの課題になってくると思います。一応そういったところで問題提起っていうところで展示をしております。はい、ありがとうございました。非常に面白い展示だと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ちっちゃいものクラブさんのブースにやってまいりました。今回はどんなデモンストレーションを持ってきていただいてますか？ですね、MIT ラボで作っている、スクラッチっていうやつで、それの、センサーボードを今子どもたちのために安く売ってるので、それの、じゃんけんぽんマシーンっていうのと、あとなんだっけな、ナノカー、Bluetooth で飛ばせる、車を、こっち側のコンピューターで動かして、あ、すごい。スクラッチってこうね、アンドロイドのアプリケーションとかを結構作るって言いますか、なんかアンドロイドって言いますか、そういったこうゲームを作るようなイメージありますけど、こうハードウェア連携って結構盛んに行われてるんですか？ハードとなんかは一緒にやってますけど、私はちょっとアンドロイドじゃなくてあれだったんですけど、いや全然、ね、あれですね。ありがとうございます。子どもたちのためにでこれを今プログラムでメロ抜けロボットとか作ったりとか、はいはいはい、でこれも実際購入したりできるんですかね？あ、できます。あ、そうなんですね。はい、でこれは今、モータードライバーもつけてるので、はい、モーターをつけて、このダンボールスイッチっていうこういうダンボールスイッチでこれつけて、はい、子どもたちに簡単に作れるようにっていうので作って、はい、じゃんけんと今人間対コンピューターで、はいはいはい、できるようにしてます。あとはね、あとは一応今ちょっと今電源入れっぱなし、抜けるかな、入るかな、アンドロイドの、アンドロイドでプログラムで、このレゴ持ってレゴ、はい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 、お、来た。
へえ。まあレゴの大きさに合わせてるので、はい、レゴとかこういうレゴの立体的なテクニックとか、はい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 、一緒に動かせるように、はいはいはい、その方にちょうど大体合わせて、はいはいはい、レゴとの組み合わせはすごいですね。結構お子さん、レゴとモーターでレゴ持ってる、はいはい、あ、レゴもという形で、はい、はい、ありがとうございました。これからもこう楽しいデバイスをたくさん作っていただいて、子どもたちがどんどん、こういった IT の世界とかハードウェアの世界に入っていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、山椒さんのブースにやってまいりました。どうもこんにちは、よろしくお願いします。ABC の中で今回出展いただいている内容についてちょっとご紹介いただけると嬉しいです。今回はですね、最近この話題になっています ESP8266 という Wi-Fi のチップがあるんですが、これを使ってですね、Android の方で、こういうような形で動く車を作りました。ちょっと今これ成形が悪くて形が悪いんですが、こんな形で LED が点灯したりですね、回転したり、こんな感じで動くやつをちょっと出展させていただきました。ソースの方は GitHub 等に公開され、 GitHub 等じゃないですね、 GitHub に公開されてますので、ご自由に回路図もお使いいただけますので、ぜひお使いください。この辺 その使われているチップセットとかも含めて、はい、こうなんかこう後ろに書いてますけど、販売とかもここで、はい、今日限りですが、はい、今日限りで行っていただいているんですね、はい、まあ、これセットを購入するとここまでがいくと、そうですね、いう形ですね、はい、こちらかこちらになりますね、はいはいはい、そうすると今のデモに近いものができて、はい、かつソースコードも Git に上がっているので、はい、自分で全部作り込むことができるという形ですね、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、これなんかタイヤをこうちょっとねじってあるっていうのはこう、はい、なんかこうこれなんか普通と車ってはただ単にテープでくっつけてるんで、あ、そうなんですね、基本部品として、はい、考えていただくっていうところがありまして、あんまりその形についてはこだわってないというところなんですが、プロトタイプですよね。そうですね、はい、ぜひ部品として皆さんが楽しい電子工作をしていただければと思っております、はいはい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、日本アンドロイド会秋葉原支部ロボット部のブースにやってまいりました。こちらロボット部、毎回面白いデモンストレーションを用意していただいてます。今回はどんなものをご用意いただいてますか。ですね、この辺がちょっと作っているロボットです。はい、で当然ドロイド君で狙っています。はい、で、まあ、Bluetooth でスマホと Android 端末と通信します。でこっちはね、距離センサーを2個作って、2個あるといろんなことができるかなという感じですね。はい、なんかニューラルネットのやつってもう前回ぐらいからこういろいろ取り組まれているようなイメージがあるんですけど、はい、今回はどんなこうデモがあったりしますかね。ここもねあんまり変わってないんですが、はいはいはい、今回ちょっとデモやりましょうか。お願いします。はい、ここがですね、手書き文字を、CNN 畳み込みニューラルネットワークで出た結果と、あと一層のニューラルネットワークの結果を表示してます。はい、で、あと下にですね、中のデータを可視化するようにしてます。はいはいはい、でこのデータっていうのは、畳み込みニューラルネットワークの、畳み込んだ32枚に増やしてるところとプーリングした結果と2回目の畳み込みと2回目のプーリングの結果がちゃんとここの下の方にリアルタイムで出てきます。まあ、こうなかなか見えにくいコンピューターの中で認識して分析しているところを実際に可視化するというような動きですね。でちょっと入れてみると2と入れると 100% で2になってます。で、まあ、こっちは間違えてますね。一層だと3に見えちゃう、ね、90% で3ですね。なので、畳み込みニューラルネットワークでやらないとダメだよねというような、そうですね、はい、こう一番右はこちら何なんですか。あ、左か。あ、これはね、これ実は学習もできる、学習もできるんですね。うん、でちょっとやってみますと、まあ、でこの2はここに今フィルターの結果がかけた2が、はいはいはい、見えてますよと。じゃあちょっと学習させてみますね。でこれは普通1にちゃんとなるんですが、例えばこれはどうか、えい、
6ですと。6ですと出ますね。でこれ学習が実はできます、はい、でこれは今何答え何でもいいんですけど、まあ、正しくじゃあこれはちゃんと1だよって、うん、教えると。でこのランボタンを押すと学習します。はい、ランお願いします。でそうするとねこれが上に上がっていきます。今 4.5% だったのが、あ、もう 100% ありましたね。こっちはまだ 20%。 もう一回学習、5回学習します。あ、すっと57になったと、はい、でクリアして今まで通りになってるねってのを見ます。まあ2で、あ、いいですね、はい、じゃあさっきのもうやると、あ、ちゃんと1になりましたと、はい、ありがとうございます。すみません。今後ともよろしくお願いします。テックブースターのブース、テックブースターさんのブースにやってまいりました。すみません。いつもありがとうございます。今回もすごいこうラインナップでこう取り揃えていただいております。今回の出展のこう魅力といいますか、面白さみたいなところをちょっと教えていただければと思いますが。今回の出展、一応今回出してるのも期間が多いんですけれども、やっぱりアンドロイドのイベントだからということで、もう売り切れちゃいました。そうですね。そうなんですよ。もっと早く来ればよかった。いや、電子版の方はブース PM っていうサイトでも売ってますので、興味あったらちょっと見てみてください。今回のこちらの魅力っていうか、はい、中に入っている内容についてちょっとご紹介いただいてもいいですか。そうですね。今回のこちらはモバイル CI 特集ということで。はい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 、Android のモバイルの CI に特化してるっていうところが割とマニアックなところですね。あとはテストのやり方だったりとか、テストの時にデバイスどういう風にするだったりとかっていう品質の方にフォーカスした一冊になっております。まあ、確かにこの辺こうかゆいところに手が届く本ってなかなか世の中に少ないかなと思いますんで、ぜひこう技術者の皆さんが書いた本を見てみんなで勉強できたらいいなと思います。今後 の活動のこう、また冬のコミックマーケットでですね、また Android 7.1 が出たと思うんですが、それのきっとそちらの、はい、対応を進めた新刊を用意する予定なので、ぜひ皆さん来ていただけると助かります。コミックマーケット1日目なんで、結構平日なんでちょっとドキドキしてるんですよね。29日なので、はい、年末お暇な方はぜひ来ていただけると。ありがとうございます。またこう新しいラインナップが増えるという形で、 Android の方も増えるという形で、ぜひ、いろいろ期待したいと思います。ありがとうございました。はい、よちよちアンドロイドサンデープログラミングの会の皆さんのところにやってまいりました。毎回出展いただいてありがとうございます。今回はどんなことを出展されているか教えてもらってもよろしいですか。はい、いつもの通りどんな会で、はい、ぜひメンバーになってくださいって会員募集も兼ねてやってきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、本業がアンドロイドのプログラマーじゃない人がよちよちでサンデーですから、日曜大工的にプログラミングを楽しみたいという人が集まってお互いに助け合って勉強するという会です。はい、で今回はちょっとこの半年ぐらいの成果のうちの、いかにもよちよちらしいやつができたので紹介したいと思ってるんですけど、これ今の主要な参加メンバー、メンバーの皆さん、はい、でこれ僕タイニーマウスです。で今日YO さん来てくださってて、はい、彼アンドロイドの本当の初心者なんですけど、この会に参加してこんなことしたい、家にある明るさとかですね、センサーで撮って、はい、サーバーに貯めてアンドロイドの端末で見たい、はい、ちょっとこうハードルの高いことをやりたいって、はい、IoT の匂いを感じたい。あ、そうですそうです。でそれを一緒にどうやったらできるだろうかって、はい、頑張って作ったのが今日これです。あ、そうなんですね。はい、ぜひ見させていただけると嬉しいんですけど、これ実際に、お家の状態が見えている状態ですか。その通りです、ね、ご自宅の情報がさらされている状態です。まあ皆さん、まあ、大丈夫って言われますか。まあまあ明るさぐらいだったらという感じですね。はい、これはお家の中にセンサーが実際についていて、クラウドにデータを送っているというような状態ですね。でこれをですね、はい、月に2回ぐらいしか来れないんですけど、はい、で1回1時間 半ぐらいかけて、はい、半年ぐらいかけて、センサーで上げるとこから、Android で表示するところ一緒に悩みながら作りましたというのがこの成果なんです。はい、こうだからそこまで行くぞと
ということですね、はい、もしで今回もこの ABC に出そうと思って頑張って表示するところまでありがとうございますやってきました、はい、まあ、ぜひこれからもこうよちよちの皆さんをサポートしつつ、はい、下支えをして日本の IT の下支えをして、はい、もっと楽しくみんなができる世界ができたらいいなと思います、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございました。ADK 勉強会のブースにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回の ABC ではどんな出展をされているか簡単にご説明いただいてもよろしいですか。まず言葉のイルミネーションという作品で、これは、言葉の持つ色のイメージをクリスマスツリーの、イルミネーションで、表現するっていう作品が一つあります、はい、もう一つが、Amazon の Fire TV の、Fire TV で、Android アプリケーションを走らせるっていう展示があります、はい、はい、まずこちらのすごい綺麗なタイムリーなクリスマスツリーについてちょっと早いですかね。ちょっと、はい、見せていただけると嬉しいですけど、はい、どんな風に見えますかね。こちらがデモ画面。そうですね、はい、こちらで、言葉を言ってもらうとその言葉にのイメージの色が、こちらで表示されるということになります、はい、例えばリンゴ、リンゴのイメージの赤が出てくるようになってます。ちょっと変えてもいいですか。はい、メロン、意外と緑じゃないですね。意外と緑じゃない。どんな画像が検索されたのかこちらで見られます。安いやつはね結構白いですからねマスクメロンのイメージが結構あってはいはい、はい、このぐらいの色ですね。はい、光り方によるとそうですね、結構こういう色が多いと。そうです、この中でも微妙に緑入ってますから。そうですね、はいはい、あと肉、中の肉が黄色いところもあるんですと黄色い色が出てるのはそのせいでないかなと。画像はこちらに見えます、はいはい、この辺がこう ADK とつながっている感じのイメージはあるんですか。あー、そうですよね、そうですね、 Bluetooth で飛んでるってことですね。はい、すいません、ありがとうございました。はい、毎度おなじみモケラボさんのブースにやってまいりました。あ、そうなんですか。あ、なるほど、今回は正式にモケラボさんとしてご出展いただいてますと。ありがとうございます。今回のこうブースの特徴といいますか面白みを教えていただけると思います。まあ、テクブさんがやってるとは思うんですけど、もう思いっきりうちのキャラクターの、グッズ販売ブースにしました、はい、でこう見てるとですねグッズめちゃめちゃ増えましたね。確かに前回はこことこれしか持ってきてなかったんですけど、今回はこの辺持ってきました。そう増えてますよね、はい、トートバッグが意外と出来がいいので、欲しいという方は弊社のところになんかメールかなんか一報いただけると販売いたしますのでよろしくお願いいたします。と言いますか、はい、いろいろこれからも ABC でいつもご講演いただきまして本当にありがとうございます。あ、そうなんですね、こうブースもですねいつもこう和気あいあいとしたメンバーがここに集まってくるような雰囲気がありますので、これからもこうみんなの拠り所としてモケラボさんに活躍いただけるとありがたいなと思います。ありがとうございました。はい、インフィニテグラ様のブースにやってまいりました。今回2つのデモンストレーションを用意していただいてますと。でまずはこうサーマルカメラの方からご紹介いただければと思います。それではご説明よろしくお願いします。はい、あります。これが小型サーマルカメラでして、こちらですね、はい、大きさが 10g、 価格は 49,800円、はい、で一番の売りは Windows、Linux、Android のアプリとライブラリ無償で公開してます。素晴らしいですね。なのでこれでいろいろぐちょぐちょですね、監視するやつとかですね、敵を見つけるアプリとかそういったのが自由自在に作れるものです。敵を見つける、はい、サーマルカメラですね、真っ暗闇でもこういった絵が映ります。確かに、なので隠れてることはできません。じゃあもう本当に4万円の5万円のものを買えば、はいはい、もうソースコードは全部手に入ってるから。ソースコードじゃないですね、ごめんなさい、ライブラリですね。ライブラリが公開されてるから、はい、すぐにこう自分たちで構築できるってことですね。でここにあるようにですね、エプソンのモベリオですね、そこにつなぐこともできるので、今ですね彼の目の前には熱画像ですね、皆さんの体温とかそういったものが映ってます。そうなんですね、こうだいぶ撮影してますんで僕らも真っ赤になってる可能性はあるんですけど、はい、ですね。あと今ここにあるのはラズベリーパイにつないでネットワークで配信しているものですね、はい、そういったこともできます。
この新しい監視マークカメラの可能性っていうのと、はいはい、AI とかのその辺で、そうですね、そうですね、活躍しそうなデータセットですよ、はい、あの IoT とかそういったところの重要な入力デバイスとして我々出したいなと考えてます。ありがとうございます。続きましてもう一つのカメラについてもご紹介いただければと思います。今これ暗室です。暗室の中に、よくあるウェーブカメラと今回の新型カメラがあります。でこれ今照度計でしてだいたい300ルクスぐらいですね、はい、で今2個カメラ映ってます。じゃあ蓋閉めます。で今だいたい 0.01 ルクスぐらいでこんだけ綺麗に映るカメラですね。で我々ですねこ の, あのカメラをですねあのヘルメットにつけられるような防水防塵の、ものに収めてですね夜間の工事現場とかに使えるようなカメラを今回発売します。7万円です。ありがとうございます。これはすごい画期的ですね。これは7万円を払うと映像のカメラが手に入って。なるほど。でいろいろあのこれ一般的なウェブカメラと同じ USB のインターフェースですので、はい、もう当然カスタムとかそういったのも準備できます。はいはいはい。これはどのぐらいまでいけるものなんですか、こう暗さ的には。これソニーの CMOS センサーでして、あのソニーの使用症状では0.005ルクスです。それって世の中的にはどのぐらい暗いものなんですか。星が光って星だけ、そこまでいっちゃうんだそこまでいっちゃうんですね。だからこれとこれを組み合わせれば絶対に暗闇でもなんだろうが、はい、逃げ隠れすることはできないというものを、まあ、開発されているという形で、まあ、多分あの IoT の現場ではこういうニーズってこれからどんどん増えてくると思いますので、ぜひぜひ活用してですね活躍していただければと思います。ありがとうございます。日本マイクロソフトさんのブースにやってまいりました。どうもこんにちは。いつも出展いただきましてありがとうございます。今回の出展の目玉といいますか、推しといいますか、ちょっとその辺を教えていただけますか。はい、ちょうどこれ話しようか。ちょうど2日前にですね発表しましたビジュアルスタジオ4マックというのがありますと。で、もともとはありがとうございます。もともとはザマリンスタジオ、ザマリンっていうもので、要は C シャープベースで Android も iOS のアプリも、ユニークなコードで開発できるってツールなんですけれども、それで Mac で使っていただけるような形のものをビジュアルスタジオっていう名前で、出し直しましたっていうのが出ましたと。で今日はここでこういう紹介しているのと、別会場の方でハンズオン今やってるんですけれども、そういうのを目玉で出し物としてさせていただきましたと。なんかこうデモとか見せていただけるものってありますか。でもこっち。じゃあちょっとお隣で、違う。でもちょっと見せていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすでにここに。はい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 。はい。こちらがビジュアルスタジオフォーマック。はい。でビジュアルスタジオフォーマックを使って、ザマリンでマルチ、プラットフォームアプリケーションを作りましょう。はい。でその中でもあの UI も全部一本で作れる。ザマリンフォームっていう技術があるんですね。はい。ザマニフォーム使うと今こちらに見えてますけど、こんな感じの XML で UI を定義する、はい、AXML みたいな感じ、はい、ちょっと近いですけど、はい、でこれで書くと実際実行するとこんな感じなんですけど、こっちの右側の、はいはい、出てますね、はい、今同じあのソースコードは1本しか書いてません、うん、で iOS と Android で、うん、同じアプリケーションが動いてる、うん、こんな感じ、うん、おーすごいですね。はい、これはそれぞれそのプラットフォームに合わせてどういうレイアウトになるかっていうのは後ろで定義されているってことですかね。レイアウト自体はこのコードに書かれているんですけど、実際のコントロール、例えばこのゲットのボタン、はいはい、違いますね、ちょっとね、はい、違うと思うんですけども、ネイティブのコントロールが出てる、はい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 、あ、なるほどなるほど、はい、はい、なのでそれぞれの OS もそのこう触り心地というか、はい、UI をあの尊重すべきだというベースのもとに作られているので、うんうん、何もこう指定せず、色とかも何も指定しない、はい、もうそれぞれのネイティブの形で出てくるということになります。なるほど、ありがとうございます。こういったプラットフォームが揃ってくると多分あの本当にハンズオンですとかそういったところが充実して、まあ、欲しいなっていうユーザーさんがたくさん出てくると思うので、まあ、その辺がこう結構全国で展開されたりしてるんですか。ですね、ザマリンのユーザーグループコミュニティがありまして、その方々が今日も長野でやってたりとかいろんなところで、展開はしていただいているので、はい、結構触れる機会は多いかな、はいはい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもですね、ザマリンを通してですねこういった新しいプラットフォームに触れて、開発がまさにこうやりやすくなった、開発で、新しいアプリケーションを作っていただければと思います。ありがとうございました。ヤズさんのブースにやってまいりました。こんにちは。いつも出展いただきましてありがとうございます。今回の ABC の
バザール出店ではどんなご紹介をしていただいてますか。今回はクイズ大会をやっておりまして、ファイアベースと連携したリアルタイムクイズ大会を、開催しています。ファイアベース本当に最近の新しい技術といいますか、まあ、前回の IO で、まさにローンチされて、はい、今どんどん使われ始めていると思うんですけど、これを真っ先に採用した理由とかってありますか。まあ、ちょっと開発期間が短かったので、まあ、短期間でリアルタイムに連携するって、最初は Node.js とかを使って、はい、まあ、ウェブでやろうかとも思ったんですけど、はい、ちょっと Android のイベントですので、まあ、Android を使って Firebase と連携してリアルタイムを実現するということにちょっと、まあ、注目してやりました。ありがとうございます。実際に動いてるところとか見せていただくこと可能ですか。はい、あ、分かりました。この画面に映っているのが、まあ、出題者側の画面なんですけど、はい、まあ、この端末で、受付を開始するってやりますと、こちら側でユーザー側が今リアルタイムでそれを検知して参加することができるようになりました。でこれ受付終了するとまた、あれですね、あ、できなくなるはずなんですけど、あれですね、まあ、ちょっと先行きます。はい、参加するを選んでもらって、はい、これで問題が、出題されるのを待ってる状態。なるほど、なるほど。ぜひ出題してください。出題をするのはちょっと待っていいですか。はい。お、出るか。ちょっと Wi-Fi が弱いと。ああ、なるほど。あれなんですけど、受付終了して出題問題で、これで問題1だ。あ、本当だ、出てきた。で問題を出題ってやりますと、こちらに、はい、ここに出てくる。はい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 。で10秒間ですね。で、あ、その間に答えを何か選んで、はい、で今これ Firebase に保存されているので、はい、でここで結果発表のボタンを押しますと、今間違ってましたね。はい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 、はい、早押しのランキングなので、はい、正解者が、何か。ああ、なるほど。もうこのなんかクイズ番組みたいなのがもうまさにこうリアルタイムでこうできるって形ですよね。しかも遠隔で。遠隔で。すごいですね。まあ、これちょっと遊べれるのにいいかな。はい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 、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ノビアスさんのブースにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。させていただいております大川と申します。大川さん、こんにちは。今回ノビアスさんが出展されてます、製品について、その魅力ですとかその詳細について教えていただければと思います。よろしくお願いします。まずこれはデジタルサイネージと呼ばれるものなんですけども、サイネージというのは普通駅とかの壁とかに貼り付けておりましてですね、電子看板とかそういう形で使われておるものなんですけども、例えば電車が来ましたよとか、駅前のですね、例えば秋葉原の駅前にですね、駅前のアニメの告知が出てますとか、そういう形で使われておるものなんですけども、ここではですね、実際にそのデジタルサイネージで動画が出ておるわけなんですけども、それと同時にこのサイネージからビーコンの電波が出ておりまして、のビーコンの電波をですね、スマートフォンで受信できるんですよ。で、それで何ができるかと言いますとですね、このようにアプリケーションの側であらかじめ性別とか年齢とかを設定しておくことでですね、例えば女性なら女性向けの告知が出ますと、男性なら男性向けの告知が出ますと、そういうふうにして使うことでですね、例えば今はですね、このようにこの実際にサイネージに近づくとこのように告知が何かの形で出ますと、でこれをクリックすると動画の形で出るわけなんですけども、この時に男性なら男性向けの告知が出ますと、お子様ならお子様向けのおもちゃの告知が出ますと、そういうふうにですね、個人の属性に基づいてですね、カテゴライズされた情報が出せるというシステムについてですね、それで特許が取れたんですよ。そうなんですね。じゃあもう御社しかない、そうですね、提供ができるという形ですね。それでですね、特許のデモも兼ねてですね、
今回ここに出ましてですね、反応を見させていただいているところです。ありがとうございます。すみません、非常にですね、基本特許といいますか、基本的なこう技術で、こう結構いろんな人に使っていただけるようなプラットフォームに今後なり得ると思いますね。はい、基本特許なんです。はい、だからぜひ今後ともこういったことが世の中に広まっていくような中で、活動していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。レノボジャパンさんのブースにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。今日は出展いただきまして誠にありがとうございます。あと今回のですね、出展の見どころというのをちょっとご紹介いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。私はレノボジャパンでですね、タブレット製品をの担当しております石田と申します。よろしくお願いします。で今日ですね、レノボからですね2つの製品をご紹介したいと思ってます。1つはですねヨガブックと言われているもので、もう1つはですねファブ2プロ、この2製品になります。でこの2製品は9月27日にですね発表になりました。で Android のベースの搭載のものになるんですが、大変ですねユニークな製品となっております。でまずじゃあヨガブックの方からご紹介させていただきたいというふうに思っています。はい、よろしくお願いいたします。このヨガブックなんですが、こちらを、見ていただくと分かるんですけど、今までに全く、ない機能が、搭載されております。ちょっと待ってください。はい、でご覧になっていただくと分かる通りですね、キーボードがこれはフラットになっています。ここが今までにないデバイス、全くない新しいタイプのコンセプトの、ツインワンデバイスとなっています。で世界最薄最軽量のツインワンデバイスと言われています。で重量も、ね、690g、ちょっと覚えてもよろしいですか。ぜひ、はい、PC のには見えないです。本当にタブレット、そうですね、はい、すごい軽いです、ね、キーボードと、このディスプレイ合わせて 690g って非常に軽量になっています。でなってます。でなのでこのフラットのキーボードであるがゆえに、こうタブレットにした時でも1センチ未満になるんですね。通常のタブレットも同じぐらいですよ ね、 なので非常に持ち運びとかも楽なものになっています。で実際 の、 この使い方なんですけど、まず使い方は従来の例えばパソコンとしての使い方、キーボードを使っている使い方と折りたたんでいただくとタブレット10インチのタブレットとしてもご使用いただけます。でさらにですねこちらはですねこうやって立てて使っていただくことで、よくうちのヨガっていう製品は他にもあるんですけど、こうやって立てて操作していただくこともできます。このまま3つの操作は今まであったんですけど、今回のヨガブックで全く新しい機能が、今回搭載されました。これがですねペン機能というものになっています。ですので実際ご覧いただきたいと思います。でこちらをですねペンモードにします。そうすると画面真っ暗ですね。はい、画面真っ暗になります。でこちらはですね実際ノートを今用意しました。でこのヨガブックにはですねこのインクの入った、ボールペンが同梱されております。普通のですか。専用のボールペンになるんですが、こちらをですね実際にこうやってノートをこのフラットキーボードの上に置きます。そしてですね実際に書いてみるとこういった文字が書けると、筆圧検知をして要はノートに書いたものがそのまま要は液晶に投影されるようになっています。でこちらはですねワコムのペンタブレットのテクノロジーを実は使っておりまして、やはりパソコンの我々もこうレノボで ICT の会社にいながらもやっぱりこう例えばそのミーティングがあった時の議事録とかメモする、基本的にやっぱりノートを使ったり私も使ってるんですけど、ICT のデバイスがいい場合と、もちろんやっぱり紙、今までの紙の方がいい場合ってやっぱりあると思うんですね。それをですねこの一つのデバイスを使いながら、ある時はキーボードを使ってタイピングをして ICT を使うフル活用する、ある時はやっぱり紙を使って作業する、で例えばその取ったものを議事録を取ったものをそれをこうやってそのままチームメンバーに送るっていったことができたりとかっていうことができますので、非常にこう両方の使い方で非常に仕事とか、あと、いろんなシチュエーションによってですね使い勝手がよりタブレットのデバイスの使い勝手が良くなったのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、こちらも、紙ではなくてキーボード上にペンを直接書くことも可能になる、はい、というのがこのヨガブックという製品になります。ありがとうございます。もうホワイトボードみたいにもうどんどん使えますもんね、ミーティング中の。ありがとうございます。もう一つ、ぜひよろしくお願いいたします。こちらの製品
がですね、ファブ2プロと言われているものになります。こちらはですね 6.4 インチの基本的にはスマホの、まあ、少し大きなものになります。で今回のこのファブ2プロが一番何がすごいかというとこのカメラになるんですね、はい、で、まあ、Google 単語のテクノロジーを搭載した、唯一 の、 あのスマホになります。めちゃめちゃ我々注目しております。で今回その Google さんとの契約がありまして、レノボのこのファブ2プロだけがこの Google 単語の機能を搭載しています。じゃあその Google 単語とは何のかっていうのは、これまずカメラなんですね。これ普通のカメラがありで、ここにあの要は赤外線のカメラがあります。でここで深度、要は深さ、デプスをあの測ることができます。でこちらが魚群レンズなんです。この3つのカメラがあることによって、例えばそのエリアラーニングといったものですとか、デプスを測ったりというところをですね、より要は空間の認識がより簡単に、そして正確にできるようになるというのがポイントとなります。はい、単語すごくあのみんな注目してますんで、はい、じゃあぜひ、ね、簡単にデモンストレーション。単語のですね、アプリを実際ご覧いただきたいと思います。で、実際にですね、リビングスタイルさんが今回ですね、開発した国内初の単語アプリをちょっと使用用途としてはバッチリですね。ちょっと家具、実際にですね、実際のこの部屋のイメージで、はい、そこに AR の家具を配置するアプリになります。はい。はい、でここで家具を配置をすると、これ赤外線で距離を測っていることになるんですね。そうですね。はい。で実際ここにここの価格さんの実際の AR のですね、はい、椅子を配置したいと思います。はい、で今まさにカメラが、空間を認識しています。はい、何が起こるかと言いますとですね、ちょっと若干が時間かかってますね。悔しい、時間かかってますね。出ました。はい、ね、でこちらが出ました。これが実際にですね、はい、本当にこう、本当だ、はい、で Google 単語の一つの、今まで AR ができなくて Google 単語で初めてできること、一つはこれ衝突検知になります。こうやって言われたと分かるんですけど、はい、ちゃんと壁を認識して壁をぶつかって跳ね返ってくるんですね。はいはいはい、これが一つの大きな特徴になります。もう一つでこれがですね、あとマーカーレスでこれを配置できるというところが大きなポイントとなります。はい、例えばそういったこれをカメラをこうちょっと下に置いて戻した時も、今までマーカーのやつだとオブジェクトが飛んでいってしまうんですけど、Google カメラは大変、要は壁にメッシュを作ってやるので非常にこれ安定します、うん、残ります、うん、でこれ例えばこういったものを色を変えてっていうのも簡単にできると。でさらにこれをもう一つの特徴のオクルジョンの機能をご紹介したいと思います。はい、ちょっとこちらまでお願いします。はい、で通常先ほどこういった要は 3D の AR ので常に前面にしてしまうために、本来だったら椅子は後ろにあるのに、ちょっと待ってください。本来後ろにあるはずなのに前にしてしまっています。でここでオクルジョンで機能を使うと何が起こるかということをご説明したいと思います。ちょっと待ってください。はい、まあ、ちゃんと壁の後ろ側に椅子が来る。これがまさに今まで AR ができて、Google で初めてできるようになった技術になります。戻しますとこうなんですね。はいはい、今まで AR だと結局実際にリアルものが背景に来てしまうので、要は全て 3D のオブジェクトを前に来てしまうんですね。はい、だけどオクルージョンの機能をオンにする、そうですね、オンにすることによって壁の後ろに椅子が、まあ、配置されると、きちんと前後を認識することができると。こちらがですね、まさに Google がの単語の大きな技術の、まあ、進歩というか特徴になります。ありがとうございます。でこれ、レノボさんに唯一の端末という形で、はい、これから例えば開発者の皆さんがこういったアプリをどんどん開発していこうといった時に、こうどんなことが今もうこう情報として公開されていたりですとか、はい、準備されているかっていうのをちょっとAndroidの回という形でもし知っている限りでご紹介なってるか。そうですね、もうすでにこう、はい、どういう情報が公開されていて、例えばこの端末を買ったら、はい、まあ、すぐにこうアプリを開発できるですとか、はい、まあ、そういったこう準備状況といいますか、そんなのってもし分かったら。開発の件でリビングスタイルってのがおかしいかなという感じですけどね。ちょっとね、あんまりもう発売はもうされて、これからですね。そうですよね。はい、ちょっと少しの納品がちょっとまで時間が少し伸びちゃってるので、はい、早ければ年内で、はい、ちょっと年明けになってしまうかもしれないんですけど、はい、はい、ぜひ他に入ったらですね、いろんなアプリを我々チームで開発していきたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、HTML5J、ロボット部のブースにやってまいりました。こんにちは。
今回のブースの魅力といいますか、その辺を教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回はAndroidが搭載されたロボットっていうのをちょっと並べてみました。まずは、これは見守りロボットとして、DMM.Robot さんを、販売プラットフォームでやっている、MJI さんという、会社が開発された、タピアというロボットですね。で、基本的にはこれでコミュニケーションを取って、ご老人とか家にいる喋ったところを、外から、アプリから見守ったりすることができるというようなものなので、そういった部分での、Android の新しい使い道ができているというのをちょっとこちらで、披露しました。でもう一つこちらのロボットも、ここが Android のベースになっているものなんですけれども、これは英語の知育向けに、やっているロボットで、一つはコミュニケーションで英語のやり取りをするというのはありつつも、もう一つはこうやって何かな、ちょっと切れちゃってますね、アップは。というと、はい、ミュージオ。フリーズしちゃってる。ごめんなさい、今、機嫌が悪いよ。じゃあもう一つ。すみません、これはちょっと Android じゃなくて、今、ちょっとこっち、ホストを iPhone にしちゃってるんですけども。そうするとここがペアリングをして、でドコモのサーバーとのやり取りでコミュニケーションが取ってもらえると。今日の天気を教えて。こんな感じでいろいろコミュニケーションを取ってくれる。この裏で動いているエンジンといいますか、サーバー側は どこのどういった API を使っているんですか。これは、ドコモさん その学習するのがサーバーみたいなのがあるみたいで、だからある程度そのやり取りも幅を持ってやってくれるようなやつですね。でここはまだ API 公開ちゃんとしてないみたいなの で、ね、はい、なのでこれだけっていう感じではあるんですけれども、はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じでこういろんなロボットが取り揃えられていて、これを今後いろいろ活用していくようなプラットフォーム、共通のプラットフォームですとか、そういったことをいろいろ活動されていくという形。プラットフォームを使えばこういったものを作ることができるよということですね。はい、ありがとうございました。はい。